メイドストーンはイギリス海軍の潜水母艦。メイドストーン級のネームシップ。艦名はケント州の州都であるメイドストーンにちなむ。メイドストーンの名を持つ艦としては9代目。イギリス海軍は初の本格的な潜水母艦としてメドウェイを建造したが、地中海や極東のような遠隔地での潜水艦の活動増加を受けて支援を行う潜水母艦の造成が求められた。 その結果、新たに潜水母艦として建造されたのが本艦と姉妹艦フォースのメイドストーン級潜水母艦2隻である。メイドストーンは潜水艦9隻に支援を行うことを想定し、補給用の燃料船2 0 0トン、巨雷100本以上とそれに近い数量の機雷を搭載できた。メドウェイと比べて、艦型はやや小型であったものの、艦内には、 潜水艦の維持に必要な各種修理が可能な大型工場が設置され、大規模潜水作業やサルベージのための装備も持っていた。また、潜水艦乗員708名分の居住設備、蒸気洗濯設備、映画館、病院、チャペル、2つのカフェテリア、製パン工場、利用所、十分な設備が備えられた手術室と歯科治療室も存在した。 メイドストーンは1936年8月17日にスコットランドクライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで寄港1937年10月21日に浸水し1938年5月5日に収益した。第二次世界大戦が始まった1939年9月、メイドストーンは第一潜水艦船,船体の潜水艦10隻の母艦となった。 1941年3月にメイドストーンはジブラルタリへ移動し、1942年11月からは地中海における連合軍の主要な基地であるアルジェ港を拠点とする。1943年11月、メイドストーンは東洋艦隊へ移籍する。1944年9月にメイドストーンと第8潜水艦船隊は太平洋方面の作戦を行うために、 生論からオーストラリアのフリーマントルへ移された。1945年後半にメイドストームはフリーマントルを立ちイギリス本土へ向かったが途中で南アフリカ連邦のセルボーン艦ドックで入居を行った。また道中にマカッサルへ派遣され日本軍の捕虜となった後に収容所から解放された従順洋艦エクセター駆逐艦エンカウンター ストロングホールドの乗員たち400名を上官させた。メイドストーンは1945年11月にポーツマス海軍基地へ到着した。戦争中、メイドストーンはウォーシップウィークのキャンペーンの一環としてメイドストーン市民に割り当てられた。これを記念した飾り板はポーツマスのイギリス海軍国立博物館に保存されている。1946年にメイドストーンは 第2潜水艦船体及び第7潜水艦船体の母艦となる。第2潜水艦船体は実戦部隊であったが、後に試験、訓練部隊となった。メイドストーンはポートランドのモンキー島沖に反攻級的に停泊しながら、時折潜水艦たちと海へ出ていった。1951年に航行中だったメイドストーンで急病人が発生し、 上陸させるため一時的にスペインのアコルーニャへ帰港した。これは公式訪問とは位置づけられていなかったものの、スペイン内戦終結以来イギリス海軍の艦艇がスペインの港に入った最初の例となった。1953年にはエリザベス2世女王即位記念観艦式に参加している。1955年6月16日、メイドストーンの隣に停泊していた。 潜水艦シドンの全部魚雷発射艦室で爆発事故が発生し20分後に沈没した。メイドストーンからの救助隊は生存者を救出することに成功したが、シドンの乗員13名が死亡した。1週間後にシドンは引き上げられ、事故は魚雷の推進剤に使われていた高濃度加酸化水素が原因であったことが突き止められた。シドンの救助活動中に殉職した。 チャールズ・エリック・ロードス・ RNVR 軍隊員には、死後にアルバートメダルが授与された。1956年にメイドストーンは、本国艦隊司令長官の帰還となる。1957年9月にメイドストーンが、練習空母オーシャンに付き添って、フィンランドの首都ヘルシンキを訪問した際には、ソビエト連邦から抗議が行われている。1959年にメイドストーンは、 原子力潜水艦と共に行動するため、大規模改装を受け、それから第二潜水艦船隊は、デボンポート海軍基地へ移った。1961年、メイドストーンはファスレーンへ移動し、第三潜水艦船隊と第十潜水艦船隊の母艦になる。1965年と1966年には、リバプールを訪問し、同じ頃にロスシーにも航海した。 1968年にメイドストームは、ロサイス造船所で退役し、モスボールされた。1969年10月にメイドストームは、改装を受けた上で再就役し、北アイルランド紛争に対応するため派遣される、イギリス陸軍部隊2000名と共に、北アイルランドのベルファストへ送られた。栄光されて到着したベルファストでは、増強される、治安部隊の兵舎として使用された。 1971年、メイドストーンはデミトリウス作戦において裁判なしで拘束された飛行禁者たちを捕らえておく監獄船となった。メイドストーンに捕らえられた人々の中には、後に新フェイント党首となるジェリー・アダムズもいた。メイドストーンの監獄は監備部に設けられており、2層に分かれた2つの宿泊場所と2つの食堂があった。 そしてそれらの上階にある元艦長室だった部屋には、司令官と幕僚の部屋が設けられており、その上の上艦班では1日に二度訓練が行われた。上艦班は逃走防止のために高さ10フィートの有刺鉄線で囲まれていた。メイドストーンはベルファスト港の岸から20フィートの位置に停泊していて、その布団へ入るには、土納で築かれた陸軍の銃座を越えてこなければ、 ならなかった。また、メイドストーンは1972年1月17日に、館内に収容されていた、IRA 暫定派メンバー7人が脱走した、事件の舞台にもなった。メイドストーンから抜け出したメンバーは凍てつく海を300ヤード泳ぎ、後に記者会見を行うために、軍や警察の追跡を回避したのだった。メイドストーンは1978年5月23日に、 インバーカイシングのトーマスダブルーワード社解体場にて、スクラップとして解体された。メイドストーンの船賞は保存され、メイドストーングラマースクールで、授業開始を知らせる金として使用されている。ありがとうございます。